土俵上で激しくぶつかり合う生徒たち。東九州龍谷高校相撲部です。現在は男女合わせて12人が稽古に汗を流しています。相撲部であれば当たり前に見える光景ですが、やっぱ砂の方、土っていうか土俵の方がいいです。この土俵、実は今月に入って完成したばかりなんです。2010年の創部以降、稽古場は床に土俵を示すテープを貼った教室でした。土の上と感覚が異なる上、俵もなく土俵際の練習もできませんでした。練習する土俵が滑りにくくて、でみんなテーピングとか巻いてしてました。それでも前向きに稽古を重ねてきた部員たち。今年の県高校総体で男子が団体準優勝。さらに先月の県の新人戦では創部以来初の団体優勝を果たし、全国高校相撲選抜大会の出場権を手にしました。厳しい環境でも腕を磨いてきた東龍相撲部。今年度は県スポーツ協会の強化指定を受けるまでになり、今月相撲場が新設されました。プレハブ作りの中央には念願の土俵が、さらに突っ張り稽古ができる鉄砲柱も備えられています。本当に東龍相撲部の目標とした相撲場ができて本当に嬉しいです。憧れの土の土俵を踏みしめながら連日稽古に励む部員たち。相撲場には活気あふれる声が響いています。めちゃくちゃ嬉しいです。教室とは違ってどんどん失敗も恐れずできるようになってます。足の感覚が違います。モチベーションが上がって、みんなちょっと前より雰囲気よくやれてます。東龍相撲部のスローガンは愚直一心。憧れの環境で心を一つに、さらなる高みを目指します。